磨き上げられたくくりナイフくくりを腰から履いているシンガポール警察部隊所属のグルカ兵くくりはネパールのグルカ族をはじめとする諸種族およびインドで使用される刃物形状からナイフやナタ、刀、ェテにも分類できるくくりナイフ、くくり刀なども表記されるまたセポイの欄においてグルカ町の兵士がくくりを携え凶猛な白兵戦を行ったことに 注目したイギリスが彼らを傭兵として雇ったという経緯から英語圏ではグルカナイフと呼ばれることがある。くくり症と刀身に装飾が施されたくくりくくりは湾曲した刀身の断固側に刃を持つ内反りと呼ばれる様式の刃物である。大きな特徴はくの字型の刀身とその付け根にある蝶と呼ばれるオメガ型の刻みである。蝶もくくりの特徴の一つで 女性器を模したとも、カーリーの陰角とも、また芝の陰形とも呼ばれることがある。この蝶の形状にも様々なものがあり、これでなくてはいけないという絶対的な決まり事はない。くくりそのものについても、マケドニア伝来のコピスから発展したなど諸説あるものの決定打は存在しておらず、広く知られた時期が第一次インド独立戦争頃とされているのみであり、 その由来や歴史に関しては、不明な点が多い。蝶やカルダは設けられていない西洋的な様式の、くくりくくりを用いて訓練する、ネパール軍兵士の作業、家事、狩猟が主たる用途ではあるが、生活に根ざした、汎用型刃物という性格上、戦闘行為に使用される場合もある。儀式、祭礼用としても重要な祭具として用いられ、いけにえとして、 牛を捧げる際に用いられるくくりには、刃渡りが1メートルを超す長大なものも存在する。刀身の形状には、大きく分けて2つの系統が存在する。低地に住む部族のものは、曲がりが小さく細長く薄型で、比較的柔らかめの草木を刈るのに向いている。これに対し、高地に暮らす部族のものは、曲がりが大きく幅広で、分厚く。 硬い木の枝や幹を打ち払う斧やなたに近い使い方が可能なように成形されている。もっとも、これらはあくまでも全体的な傾向に過ぎず、個体差も大きいため、明確には区別できないものも多い。戦闘利用としては、湾曲部を使って相手の持ち手に攻撃を加える、投げ斧のように投擲する、蝶の部分で敵の武器を引っ掛け受け流すと様々な使い方があるようだが、 これらもそれぞれのくくりの形状により異なる。くくり、およびカルだと、着魔くくりの鞘には、通常、小刀と、非打ち金券簡易と義問の2本が収納されるが、これは必須ではない。過去にはもっと多くの種類があり、古いくくりには鞘に10本以上の小刀類を収納しているものもある。英語圏でのジョークで、グル家族には、一度抜いたくくりは血を吸わせてからでなければ、 納刀してはならないという掟があるというものがあるが、これは単に外国人向けの脅し文句であり、実際には、そのような掟や風習は、グル家族と総称される、ネパールの山岳民族の中には存在していない。2011年、家族の目の前で40人もの屈強な男たちに、臨館されそうになっていた少女を、くくり一本で救った男の話は広く報道された。 2001年、東京都世田谷区三軒茶屋で刃物を持った男が、暴れ、通報を受けて駆けつけた、警察官2名に切りつけ、犯人は射殺されたが、首や胸など3箇所を刺された、警察官1名が殉職した事件が発生した。この際に犯人が使用したナイフは当初、刃渡り30センチメートルほどの、清流刀のような刃物とされていたが、 後にグルカナイフすなわちくくりと訂正された。当時の日本国内では、くくりがまだ無名であったため、清流刀のような刃物という表現になった。近隣住民の証言では、ナタのような大きな刃物とされている。2015年に和歌山県木の川市で、小学5年生の児童が殺害された事件で、犯人が使用した凶器がくくりであったと報道されている。また、 この事件を契機に警察庁が調査したところ、くくりなど殺傷能力の強い刃物を販売している業者が日本国内で約1500点程度存在することが判明している。ローンナポリ・ソルジャー・ディフェンズ・ポテンシャル・レイプ・ビクティム、アゲンスト40面ウェイバック・マシン、読売新聞。殺傷能力高い刃物、1500点販売、警察庁調査。ヤフーニュース。 2015年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年2月22日閲覧ありがとうございます。